あなたは、こんな経験ないですか飛びレースを、いくつか決めて、最初のレースで、外してしまった。そして、その次のレースから、当初の予想の通りに買わない。また、当初の予定の掛け金より、掛け金を増やしてしまったり、あるいは予想を変えてしまったりして、結局、 終わってみたら最初のその通りに買っておけばよかったな。そんな経験ないですかえ、どうも、え、かとちゃんと申します。え、僕は自分の意見を人に発信し、その人の、ノートの考え方を変えたり、加えたりってったことを通じて、その現状を良くできる人はかっこいいなと思い、そうなりたく、馬剣術の発信活動を1年と11ヶ月させてもらってます。今回はですね、固定外にしないことが、継続、 ラスの鍵というテーマでお話します。はい。本当にお話しました。えー、勝負レースをですね。例えば、その日、2レース決めて、1レース目で外してしまったと。それで、2レース目、もうですね、1レース目に外してしまったことを引きつってしまって、まあ、2レース目で掛け金を予定より多くしてしまったりとか、あるいは、1レース目の負けを取り返すために、本命馬を、 本命にしていたにもかかわらず、オッズを見てですね、一レース目、負けた部分を取り返そうとなってしまい、勝負レース二つ目に、当初の予定を変え、穴馬を狙ってしまう。そして外してしまう。そんなことでしたが、え、これは僕はマイナス63万円ですね。3ヶ月でマイナス63万円、もともと、え、経験して、その時にやっていたことはこれだったんですね。はい。きっとあの後もあるんじゃないかなと思います。 当初の予定通りに予想を変えてしまったりとか直前で、掛け金を増やしてしまったりとか、突然穴馬を狙ってしまったりとか、まあ、冷静に考えたら、なんであんなことをしたんやろうって思ってしまうようなことを思わず、やっぱり競馬ですよね。負けているときは、えー、やりがちです。でこれをしたいとこにどうしたらいいかというと、予定外にしないことが鍵になってくるんですね。予定外にしないこと。どういうことかというと、 あとは、え競馬を予想して、あ、もちろん当てるために買われてると思うんですが、当てるために予想して、そして馬券も買われてると思うんですが、やっぱり負けたりすると、感情って動いちゃいますよね。負けた後はやっぱりさっきのレースの負け分を取り返したいとかいう風な感情が働きますし、競馬場や場外馬券場にウィンズに行けば、なんかパドックの映像が映ってて え、ちょっとあの馬よく見えるなとか、やっぱり入れた方がいいかなとか。特ですね、本命にしていた馬が、え、ちょっとなんか元気がな,ない、元気がないな、という風に見えて、発してしまったりとか。えー、そういうことありますよね。これを、えー、する際にですね、これによって馬券収支を狂わせないように、まあ、特にマイナスにしないようにするにはどうしたらいいかというと、予定外にしないことです、予定外にしないこと。はい。どういうことかというと、 感情が動くことを前提にしておくんですね。前提にしておく。はい。なので、例えば、勝負レースを2レース用意しましたと、その日に。じゃあ、勝負レースの1レース目、勝ったらどうするか。もしくは、負けたらどうするか。負けたときに、1レース目で負けたときに2レース目に感情が動いても、どう、その感情を動かさずに、2レース目を迎えるかということを、あらかじめシミュレーションしておくんですね。はい。 そうすることで、トレース目が外れるというのがあくまで予定外にはなくなります。外すために勝手ないにしても、予定外にはないですよね。予定の範囲内ですよね。一レース目外しても、まあ、二レース目は、こういう感情で臨もうとか。例えば、一レース目で負けて感情が狂って穴を狙いをしそうになった時どうしようって改めて考え、あらかじめ考えておくと、トレース目外して感情が動くことも、 穴狙いを、に走ってしまうことも予定外ではなくなるんですよね。はい。なので、あなたはもし感情が動いてらっしゃるんですね。もし感情に流されていろいろ買ってしまったりとか、プラスが、えー、プラスにできず、とも思うように自分の、思うような収支にできないという場合は、感情が起くこ,ことも予定外にしないことです。はい。予定外にしないこと。そうなったらどうするかという対応策を考えておくことをお勧めします。 では、今回はですね、物事をうまく活かせるために、とって外にしないことが大事というのを今までお話し,しました。ありがとうございました。なお、愛されて1年と11ヶ月、1200人が目からうろこと言ってくださったバキンズの全貌は、ここでは話しないです。なぜかというと、とても長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。なので、えー、バキンズの全貌は、下記動画説明欄のブログリンクに貸します、えー。動画を見てくださり、聞いてくださって、情報を受け取っているタイミングが今なんで、 あなたが今情報が頭に入りやすいです。で、今が一番あなたが罰金率が頭に入りやすいので、すぐ書き戸お勧め欄のブログリンクの方をクリックしてください。それでは今回は以上です。ありがとうございました。